こんばんは、リサです。今回はリクエストにもらっていたリップスクラブの使い方を撮ろうと思います。結構リップスクラブはいろいろ試していて、今使っているものが3つあったので、まずそちらから紹介していきます。これは何月かのホールビデオで紹介したんですけれど、こちらチューシーって読むんだっけのブラウンシュガーのリップスクラブです。で、これはちょっと中身出しますね。こんな感じ、結構硬くて、ジャリジャリはまあまあ入っている方ですね。で、硬くて、なんかワセリンっぽい感じがすごい強いリップスクラブかなって感じで、こうゴシゴシしてる間にすごいなんか膜みたいなの張っちゃって、ちょっとやりづらいかなっていうのがあります。使ってる人はわかると思うんだけど、まあなんか私的には 今一つかなっていうような感じです。で、次のリップスクラブはまだこれが減らないんですけど、ラッシュのサンタのリップスクラブです。これはクリスマスに出ていたやつで、コーラ味、コーラフレーバーのものになります。普段出てるものはバブルガム、ピンクのやつとペパーミントの黄色、両方私は使ったことあります。甘いのが好きな、甘いのって言っていいのか、食べるもんじゃないんだけど、が好きな人はピンクのバブルガムがいいかなと思うし、すっきりしたいなっていう人はペパーミントがおすすめです。で、私去年もこのサンタのやつは買っててお気に入りでした。で、私結構ラッシュのリップスクラブは好きなんですけど、ほとんどお砂糖っていうか削る部分なんですね。で、使い方は唇を濡らして、ひまわりの種2つ分ぐらいで優しくこう円を描くようにマッサージするっていう使い方みたいです。早速やっていきます。濡らして、ひどい。こんな感じで私はお風呂でやってきます。やばい、超唇腫れてる人みたいになって、この口角のとことかってなんかたまるじゃないですか、ファンデとかなんかたまるから、ここのところとか私は結構やってます。ひどい。で、この縁のところ、あんまり強くやりすぎると痛くなっちゃうんで、程よくやっていきます。なんか私はいつもお風呂で使ってたんですけど、なんか化粧前とかにやると、リップの持ちが良くなるというか、つき、たまったりっていうのが良くなるって書いてあったから、こう、なんだろう、朝洗顔して化粧する前にやってもいいのかなっていう感じです。めっちゃ受けない。ちょっとこれ、じゃあ落とします。これはやった後は洗い流す感じです。まあお風呂場でやってるんだけど、濡れた手でやると、なんだろう、こう落ちてきちゃうから、あんまり手は濡れた状態でやらない方がいいのかなと思う。むしろ洗面所でやってもいいのかなっていう感じだけど、私は何せめんどくさがり屋なので、全部お風呂で完結させたいなと思っちゃうので、お風呂でやってます。でも今こうやって部屋でつけた方がしっかりできるから、お風呂の中でやらない方がもしかしたらより効果的にできるかもしれないです。じゃあ次のを紹介していきます。これ売ってるものじゃなくて、友達が作ったよって言ってプレゼントしてくれたんですけど、ジャーに入れてくれたんですけど、これは最近ココナッツオイルとかすごい流行ってるじゃないですか。で、 DIY で作ってくれたリップスクラブです。作り方今度聞いて、私も作ってビデオにしようと思うので、そちらもぜひチェックしてください。で、今回はどんな感じなのかっていうので、匂いはココナッツで、なんか本当は自分の好きなフレーバーのオイルで作っても全然いいみたい。で、ココナッツオイルって冷えると固まっちゃうんで、もう中は取り出しづらいっちゃづらいんですけど、私はこういうのでこう作ったりしてます。で、グラニュー糖みたいな感じので作ってるんですけど、これはもうつけた瞬間からオイル化するというか、すごく馴染みがいいっていう、のかな。あんまりリップにオイル使うっていうのないんですけど、こんな感じで、これは水つけなくていいと思います。このままつけてもうすぐテレンって広がるんで、ゴリゴリ
やっていくと、なんだろう、他のリップスクラブとは違う感じがします。なんかオイルだからすごい、なんだろう、浸透してくれるというか、しっとり仕上がるので、これはおすすめです。これはお水つけずにこうやってくる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 ってやるのが一番おすすめですね。結構ココナッツオイルとか流行ってて持ってる人も多いと思うので、これは DIY できるからすごいいいなって思いました。これも終わったら洗い流し、今ツルツルになってます。で、私的にはまあオイルとかリップスクラブの、リップスクラブした後にクラリソニックで洗顔するっていう形です。ここら辺になんかオイル残っちゃう感じがするので、私はお風呂入ってメイク落として、で軽く顔拭いて、でリップやって、その後洗顔するっていう感じでやっています。多分人によってとか物によってやり方とか違うし、こっちの方がいいよっていうのがあると思うんですけど、私のリップスクラブの使い方はそんな感じです。はい。でやっぱりね、このオイルのが一番好きなんだよね。結構しっとりするから。でこれ作ってくれたのはパリ旅行一緒に行った子で、全然動画とかはやってないんですけど、なんか私の周りってプライベートの友達なんですけど、なんかすごい美意識が高い子がめちゃくちゃ多くて、海外からいろんなもの取り寄せたりとか、自分でこうやって作ったりとかする子がすごく多いので、なんか自分もすごい勉強になることが多くって、でいいなって思ったんで、私もぜひこのやり方を習ってビデオにしてみんなに教えられたらなと、教えられたら、うん、と思うので、また DIY とかもいろいろやってみたいなと思ってるので、ぜひ楽しみにしててください。で、前の5ミニッツレッド血色メイクの時に、私いつもソファの方で撮ってるんですけど、あっちだと奥行きがかなりあるから、なんだろう、ライトの近くだとすごい明るくて、で後ろ奥行きがあるからすごい暗くなっちゃって、色を明るくしたらなんか商品最初に見せたの全然見えなかったっていうコメントがすごく多かったんで、今回は白壁にして、なんだろう、明るくしてちょっとやってみたので、照明の度合いとかどうだったとか、もっとこうした方がいいとかいうのがあったら、ぜひまたコメントください。はい、今回もまたリクエスト動画だったので、また他にこういうのやってほしいっていうのがあったら、ぜひコメントでください。はい、そんな感じで今回のビデオはこれで終わりです。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。